みんなの許せないことって何ですか？どうも祝祭です。突然ネガティブなことを聞いてしまってごめんなさい。最近考えてるんだけど、好きなものより嫌いなものを聞いた方がその人間の人となりがわかるような気がするんだよね。好きな理由は曖昧だけど、嫌いな理由は結構明確じゃない？だから興味がある人には実は嫌いなものの話を聞きたい。でも許せないこととか嫌いなものの話って人に聞きにくいよね。引かれちゃうかなとか思ってさ。ちなみに私は暴力的、威圧的な人がとっても嫌。自分もなるべく怒らずに生きていきたいんだけど、大人になるにつれて正しく怒るっていうことも実は大事なんだろうなって思うよ。今回は喜怒哀楽の怒をイメージした作品、小川のように穏やかな心を徐々に怒りの感情が支配していく様を表してみました。このまま最後まで怒りに支配されてしまうのか、小川の水が怒りを打ち消すのか、どっちだと思う？作品名、支配。